皆さん、明けましておめでとうございます。西川瑞希です。もう1月1日ということなんですけど、本当に1年が早くって、去年も本当にシュンって感じで過ぎてっちゃったんですけど、去年は私がやってるアパレルブランドのシェリーモナで初めて地方でのイベントをやらせてもらったりとか、3年間やっていたレーンを卒業して、今はボーチェのボーチェストとして活動させていただいて、結構美容のお仕事とかもやらせていただいたりとか。ちなみに去年は私がこのお仕事を始めて10周年だったんですけど、なんか10年って本当になんかすごいいろいろあって濃かったんですけど、なんか今思うと本当早くってびっくりなんですけど、今年は私の目標は YouTube もこうやって今までよりもたくさんアップできるようになったりもしたので、なんか今までやったことないことにもチャレンジしていきたいなって思ってるし、あとなんか初めてロケ撮影とかもなんかやらせていただいたりしたらすごく楽しかったので、ロケ撮影にいろいろいて、なんか新しい私も見てほしいなって思ったりとか、地方でのイベントとかもこの間は大阪行ったんですけど、なんか福岡だったり名古屋だったり、なんかいろいろまだ行けてないところもあるので行きたいなって思っていたりとか、あとまたファンミーティングとかもやりたいし、お洋服の方でもアパレルの方でも今新しくなんかこんなことしたいなっていうのとかも考えていたりするので、なんかそのことも頑張りたいし、あと目標なんだろう、あと愛犬のティアちゃんとずっと私旅行に行きたいんですけど、まだ行けてなくって、だからティアちゃんと一緒に旅行も行きたいし、なんか私目標というかなんか挑戦することがやっぱずっと大好きで、これやりたいと思ったら結構もう絶対にやってきてて、でそれで失敗することとかも全然たくさんあるんですけど、あと叶わないこととかもあるんですけど、でもやってみると意外とそれが自分にプラスになっていたりするので、今年もいろんなことにたくさんチャレンジしていきたいなって思っています。私にやってみてほしいこととか、なんか行ってみてほしいところとか何でも大丈夫なので、なんかこんなことしてほしいっていうこととかをぜひコメントをたくさんしていただけたら嬉しいです。これからいろんなことにチャレンジできるように頑張るので応援よろしくお願いします。そして今回もチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。西川瑞希でした。バイバーイ。今年もよろしくお願いします。